っとこれ刺さってるな。打つんかい、超えるんかい。やっぱ柿沼とはちげえわ。まあこれがプロ野球の世界だな。プロになった時点でセンスはあるといえどね。やっぱ10年ぐらい一向に芽が出ない柿沼とたった 1,2 年でこうやって成果を残す松川君、残酷やね。